ませんか。ジージェ、こんなとこで何してんの。相変わらず騒がしいな、ユヒ。知り合いか。うん、こちらジージェ。本家のアバランチに協力してた情報屋みたいな人で、こっちがユヒちゃんの手下たち。なるほどね、そうつながったか。ん、なんか言った。いやいや、元気そうで何よりだ。シンラが七番街を潰す計画を立てているって噂を聞いたときは、正直半信半疑だったんだ。地中でユフィたちと別れた後、俺はアバランチの連中に知らせて、知り合いに七番街から逃げるように伝え回ったが、もっと声を張り上げて脅してもいいから、全員に避難を呼びかければよかった。落ちてきたプレートが街を押しつぶす光景を今も夢で見るんだ。ユヒィもグレン大佐の演説を聞いたみたいだな。ようやく世界中の反神羅グループが一つになる時が来たってわけだ。そしてその中心になるのがウータイだ。俺もその一員として命を懸けるつもりさ。本家アバランチのナヨたちとは一緒にミッドガルから逃亡して、少し前にコスモキャニオンで別れたよ。生命学の聖地で仕事を探すって言ってたな。ナヨもビリー・ボーもポルコもかなり落ち込んでたからな。無事だといいが。そうだ、この運命的な再会を祝してちょっと手を貸してもらえないか。道中でかいモンスターに追いかけ回されてね。なんとか振り切ったものの、この通りエンストで動けなくなっちまった。やつはまだそう遠くには行ってないはずだ。探し出して倒してきてくれないか。ってわけにはいかないにゃ。報酬は弾むよ。いっしっし、しっかと引き受けた。モンスターの手がかりは。やつは獲物を襲う時以外は地中に潜っている。モーグリーたちの店で扱ってる振動探知機があれば見つけられるだろうな。おう、イエス、モーグリー、これだな。振動探知機が反応する方向に奴がいるはずだ。気をつけていけよ。
すぎる。いいよ、見せなきゃ。やっ、へっ、あとは任せろ。頼んだぞ。準備万端。シュシュシュッ、へっ、サンブー。よっ、そこだ。ビシッとね。見てろ、任せたよ。ここからか。決めてやれ。うん、組け。決めちゃおう。待ってたぜ。ボンカボカ。当たれ。こっち来たな。やっ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 。沈め。ちょっ、なれ。お任せあれ。へっ、行くよ。えい。大した実力だ。恐れ入ったぜ。当然。ジージェはこれからどこ行くの？シンラカンパニーが反シンラ活動の対策に本腰を入れ始めた。だから封鎖地域を越えられるのは今しかない。今のうちにウータイを目指すつもりだ。ユヒはウータイに帰らない。まだ帰らない。帰れないよ。もっともっと強いマテリアを集めてからじゃないか。そうか。まああんまり無茶はするなよ。今はともかく、これから先あんたらも阪神が連絡会とは無関係じゃいられなくなるはず。備えはしっかりな。ああ、会えてよかった。頑張れよ。いつかウータイでね。また来たんですか。今度は何ですか。ニブルマコーロにあったウータイ兵の遺体はシンラ軍の調査隊が運び出してくれましたよ。侵入経路などはこれから調査していくようです。まさか紫課長が犠牲になるなんて、まだ信じられませんよ。魔鋼中毒者の皆さんにはシンラカンパニーの管理のもと、この村で何不自由なく療養していただいております。ただ最近無断で村から出てしまう方が多くて困ってるんですよね。一応私が管理人なんですが、詳しいことは分かりません。記録によると神羅製作所時代に村から土地を借り上げて建てた研究施設らしいです。屋敷で行われていた研究は機密事項だったようで、残っている資料も黒塗りだらけなんです。一体どんな研究をしていたんでしょうね。そうだ、皆さん、神羅屋敷に入った時、中で何をしたんですか？あの時は、端末を借りただけだ。そうですか。何かあるのか？いえね。あれ以来、屋敷から女性の声が聞こえることがあるんです。これって何かこう、怖い話じゃないですかね。くだらねえ。てか、管理人だろ？自分で見に行けよ。私の ID じゃ屋敷には入れないんですよ。でも嘘じゃありません。風の音や木々のざわめきに紛れて、まるで泣いているような、歌っているような、女の悲痛な声が、うわーうわーって。マジかよ。マジです。あなたたちが屋敷に入る前はなかったことですから、因果関係は明白です。少しは責任を感じてもらって調べてくださいよ。私は行きません。もう誰でもいい、付き
き合ってくれ。ウータイ人の侵入からこっち、本社からの指示が次から次へと来ましてね、全然対処しきれてないんですよ。声なんて聞こえねえぞ。よし、調査終了。さっさと帰ろうぜ。ドア。おい、静かに。騒がしいな。適当なことを言ってんじゃねえぞ。地下だ、わかるか。いや、わからない。でもあんたが言うなら調べてみよう。おいおいおい、弱虫か。弱虫？んなのうん十年ぶりに聞いたぜ。もちろん俺は言う側だったけどな。それは頼もしい。たくバカらしい。管理人が言うのはあれだろ、幽霊がいるんじゃねえかって話だろ。そうだろうな。義族みてえな訳ありか。あれもめっちゃ幽霊だ。あれ？聞いたか？今の聞いたか？ああ、聞こえた。義族とは別物だな。じゃあなんだよ？それを調べている。ヴィンセント、セフィロスとはどういう関係なんだ？あいつが悪を成すだけ。その責任の一端は私にある。私にはセフィロスを亡き者にする機会があった。幾度かその機会はあった。気にしない方がいい。おう、あいつはきっと死なない。死んでも消えないんだ。気がめいる話だ。待て。警備用セキュリティカードだ。これでさらに地下へ行ける。私たちはそれを調べているところだ。ここは実践的な試験が繰り返されていたフロアだ。多くの実験体が命を落とし、弔われることなく廃棄された。ビビらせようって魂胆だろ。俺は騙されねえからな。行くぞ。この先にバトルシミュレーターがある。試験にパスしないと奥へは進めない。お前に任せる。またこいつかよ。今から君たちには
実戦を想定した試験に挑戦してもらう。私が作成したミッションだ。光栄に思いたまえ。では早速始めるとしよう。頼むから有益なデータを残してから死んでくれよ。気負いすぎるか。よろしくね。はい、あこんなもんよ。さあ残さず食らえよ。オジが狙うぜ。よし、どんなもんよ。絶対命中させたら。動画撮りたい。ざっとこんなもんだ。その調子で次も頑張ってくれよ。この調子でいくぞ。
まさか全てクリアするとは。また新たな傑作を生み出してしまったようだ。それでは実験体の諸君、奥へと進みたまえ。行くぞ。おや、女も働いてたって言ったのに、何やってたの？北条博士とそのスタッフが滞在していた。私はその護衛だ。研究の詳細までは知らない。北条残った、ろくでもない研究だろうよ。そのスタッフもとんでもねえ連中だな。そんなことはない。なんだよ、怒ったのか？もう話しかけるな。集中させてくれ。天体の諸君、この特殊実験ルームに入れるのはほんの一握りの優秀な個体だけだ。
おめでとう。研究者として本当に誇らしいよ。どこ行くんだよ。こいつを黙らせる。そんな素晴らしい諸君に私からプレゼントだ。これが声の正体か。どういうことだよ。さあ最後の試験、彼女に誓って自らの優良性を示した。調子に乗る。何するんだ。落ち着いていけ。おう、任せて。どっちはどうだ。くそ。よし、やっちゃおう。このおそらく北条の手が入っている。なぜ声を出した。モンスターも成長するし、精神活動もある。境遇が耐え難ければ悲痛な声で歌いもする。そういうことかもしれない。モンスターのくせに生意気だ。モンスターはモンスターだ。そうじゃねえと打てねえ。調査は終了だ。これは掃除の例だ。私は先に行く。